韓国メディア日本は言い訳しないで、素直に負けを認めろ。U22 日本代表は今月7日、第19回アジア競技大会男子サッカー競技の決勝で韓国代表に 1-2 で敗北。韓国代表の選手たちが兵役免除の恩恵を受けることに注目が集まる中、日本国内の反応や論調を韓国メディア OSEN が非難している。日本はパリ五輪世代を強化する目的で大学生中心のメンバーを編成した韓国はオーバーエイジ選手を使ってまで優勝に執着した韓国代表選手が一生懸命戦った理由は、兵役免除のためだといった日本国内の反応を紹介した上で、日本が敗れた原因を探すより、韓国の勝利が不当だという内容が大半を占めていた。実力差を認めることができず、言い訳を作っていると綴っている。実力差はあっただろうね。今回の日本選抜メンバーだと、普通に完敗だったな。何もできんかったし。誰も韓国の勝利が不当だなんて言ってない。大会に挑むスタンスが違うだけで、別に韓国の優勝が不当だとは思っていない。あれを言い訳っていうの？結果をより具体的に書いただけじゃん。メンバー構成を見れば妥当なところだなと思っているだけ。むしろ韓国は出てきている選手の名前見て何も感じないんだろうか？コンセプトを理解しないとこうやってマウンティングが始まる。あープロよりは強いんだなって思った。勝っても負けても言い訳する韓国。